じゃあ久しぶりにまたやっていくんでよろしくお願いします。お願いします。今回のテーマ、お気に入りの曲。何その初めて聞いたみたいなリアクション。もう知ってたやん。ノグはまず行こうか。お気に入りの曲ですか。うん、じゃあビッシュのビューティフルさ。ビューティフルさ。あ、いいよ。なんか俺が教えたんだよね。俺が教えたの。さっき？え、違う。え？1、2週前ぐらい。そうなんや。はい、なんか。いや、でもいいや。それで気に入ったってことやろ？いや、ない、いい曲です。すごくいいです。おお。いいやん。いい曲ですよ。で、お気に入りの曲なんだやろ？はい。いいやん。いい曲ですよ。俺全然わからんから、どんな曲なん？もう言ったら酒歌ってたやん。これっす。うわ、あげあげや。え、違うん。これっす。これってなんやねん。これですって。こうでこう。おお、キラキラした。おお、踊ってもた。こうなんですよ。あ、そう、そういう振り付けなの。でも響くんですよ、心に。まあ、涼介もいい、おすすめなわけやし。おすすめです。だから言ったらおすすめもらって、このおすすめですけどね。まあそうなるわな。はい、あげたんや、おすすめを1個おすわけして、はい、もろて、ですぐ言う、はい、うん、聞いてもろて、聞いてもろて、いい？そんな涼介は違うの？違うやつ。まさか言おうとしてた。え、それじゃあこれ深掘りしていいですか？あ、いいよいいよ。ね、ライブ映像がすごく一歩進めです。あー、なるほど。あのね、すごくいい、あの、高まります。なんかすごい特徴的な子たちやんね。そう、グループなんかビッシュってね、まあ、一応アイドルなのかな、組は。けどすごいライブ盛り上がってて、うん、いいですよ。ライブ映像、ライブ映像それ見れるんかな。 YouTube で多分見れる。はい、多分。いいよね、うん、もうこれっす。これそう言ったらそれなの。その中でもビューティフルさがいいの。そうっす。あ、2人とも一緒。そのビッシュの中でも歌詞もいいし。で、どれがいいんやったっけ。これっす。何やそれ。あ、そっからのこれ。せいじさん、たぶん今日帰って聞いて、うん、もう明日来る時もう、うん、やってる、やってる、なぐーって俺明日言うてる。やってる、絶対。ほんまに。あ、でもすぐ見るわ。はい、おう、そんな影響力あんねんな。すごくいい。すごくいいですよ。これはどこで、え、もうあれ、ライブ映像からのその曲なん。もともと曲を好きで。いや、もともとは入り口は宮崎清原っすね。あ、清原。清原から清原からこう来て、ね、来たんだ。で、去年ぐらいにおすすめされて、1年前ぐらい。その時ハマらなくて。まだね。うん。なんかふと、うん、あれ聞いてみようかなと思って。おお。YouTube でこう検索したら。あ、あとその入り方が良かったかもしれんな。あ、入り、ね、それが YouTube のライブ映像やったから余計にこう耳だけじゃなくて、はいはい、視覚的にも良かったんや。はあ、い。めっちゃいいじゃんと思って。なるほど、それは見たん。見ました。あ、それでこれかもな。おかげさまで元気出ました。おかげさまで元気出ます。あ、いいね、はい、そういう曲ね、はい、どこで聴いてるの。何ですか。どういう時に聴いてるの。あ、来る時の車って。車ね、うん、試合前でもいいんですよ。おう、もうあげれんねんもんな。結構試合前です。あ、試合前聴いてんねや、うん、うわー、いい情報やで。これ見る、見てね、ライブ映像見て、はい、上げ上げで試合に入っていくと、上げ上げ、はい、だからアグレッシブにいけないな。でもあれ見出してからちょっとこういい感じになってる、はい、いいね。もう、高まっちゃって、高まっちゃってんだ。そんなええんや。うわ、じゃあ俺も聞くわ、はい、見るわ。通勤通学、うん、ぜひおすすめ、はい、なるほど。じゃあ今からはまた違う感じ。行きと帰り違う。そうですね、帰りはあんま、帰りはもうちょっと落ち着いた感じ、はい、落ち着きます。うん、やっぱそうなんやね、はい、ありがとう、はい、じゃあビッシュってことで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。おい、お疲れ様でした。お疲れ様です。おい。